皆さんこんにちは、ゆかです。今回は一つ前のクリスマスレシピ動画のデザート編ということで、簡単に安く作れる絶品なクリスマスデザートレシピをご紹介します。この動画ではクリスマスディナーにぴったりなスイーツのレシピ、松ぼっくりスイートポテトと焼きりんご、あとティラミスをご紹介します。どれも外で買うよりずっとずっとヘルシーですし、見た目も可愛くとっても簡単に作れるので、クリスマスパーティーなどにはぴったりのレシピです。では早速作っていきましょう。この動画でご紹介するレシピの詳細はすべて概要欄に書いておいたので、気になる方はご覧ください。はじめによく洗ったさつまいも 200g を一口大に切っていきます。切り終わったら蒸し器に並べて蒸していきます。私は今回はお鍋にお水を注いで蒸し器を入れて蓋をしたら、はじめは強火、お水が沸騰してきたら弱火から中火でさつまいもが柔らかくなるまで合計15分ほど蒸していきました。電子レンジをお使いの場合は600ワットで7分ほどで蒸し上がります。こんな感じに蒸し上がったら蒸し器を取り出してお鍋のお水を捨てて、お芋をお鍋に戻します。ではここに他の材料を入れていきます。まずココアパウダー大さじ1、豆乳大さじ1、メープルシロップ大さじ1、そしてピーナッツバター大さじ1を入れてフォークで潰しながら混ぜていきます。こんな感じにさつまいもの塊がなくなってきてよく混ざったら OK です。では冷めてきたら松ぼっくりを作っていきます。まずスプーン山盛り1杯分くらいずつを取って丸めていきます。この時は5つ分できました。そしたらそれぞれのボウルを縦長の山の形に整えていきます。全部山型になったらオールブランのフレークを刺していって松ぼっくりを作っていきます。ここでコーンフレークではなくてオールブランにこだわっている理由は、色がより茶色っぽくて松ぼっくりのように見せてくれるからです。下の方は大きめのフレークを使って、上に行くにつれて小さめのものを刺していくとよりそれらしくなります。全部刺し終わったら仕上げに粉砂糖を振りかけて完成です。私はお家に粉砂糖がなかったので、ブラウンシュガーをミキサーにかけて粉状にしたものを使いました。もう私さつまいも大好きなので、もうさつまいも入ってるってだけですっごい嬉しいんですけど、さつまいもの味とココアの味ってすっごく合います。このコーンフレークのサクサク感と中のスイートポテトのしっとり感もあって、とっても美味しいです。ではまずボウルにオーツ麦大さじ 1.5 杯、お好きなお砂糖大さじ 1.5 杯、私はきび砂糖を使いました。メープルシロップで代用しても大丈夫です。あとピーナッツバター小さじ1杯、シナモン小さじ1/4の1杯を加えて混ぜていきます。これはじめスプーンで混ぜていますが、手で混ぜた方が断然早いです。こんな感じに混ざってきたら OK です。続いてリンゴを切っていきます。リンゴは紅玉などの酸味が強めのリンゴがおすすめです。よく洗ったら縦半分に切って種の部分をスプーンでくり抜いていきます。そしたらトースターの焼き皿にお水5杯分を加えたら、リンゴを並べて真ん中のくぼんでる部分にさっき作ったクランブルを山盛りに持っていきます。はい、そしたら 1000W のトースターで約20分から30分焼いていきます。お使いのトースターによって焼け加減が変わってくると思うので、ご調節してください。はい、焼けました。こんな感じにクランブルが茶色になり、リンゴが柔らかくなってきていたら完成です。キリンゴ、キリンゴ、ファンシーにナイフを使って切ります。いや、このリンゴの皮の色が映って、ちょっとピンクなの可愛い。この
リンゴの酸味とピーナッツバターのコクとあとシナモンの香り、もう美味しい。あとこのクランブルのザクザク感たまりません。めちゃくちゃヘルシー版リンゴパイって感じです。まずインスタントコーヒーを大さじ山盛り2杯ボウルに入れて、そこにお湯大さじ3杯を加えて溶かしていきます。ある程度溶けてきたら、お好きなコーンフレーク 60g にこのコーヒー液をかけてよく混ぜてコーンフレークに吸わせていきます。私はこの動画ではオルブランのフレークを使いました。続いて絹豆腐 200g を用意します。キッチンペーパーや布巾を使って水気をよく切っていきます。そしたらミキサーにさっきのお豆腐とピーナッツバター大さじ3杯、そしてメープルシロップ大さじ3杯、豆乳大さじ1杯、バニラエッセンス小さじ1杯、そしてインスタントコーヒー小さじ1/4の1にお塩を一つまみ入れて滑らかになるまでよく混ぜていきます。よく混ざったら器に盛り付けていきます。まず容器の底に最初に準備したコーヒー液に浸しておいたコーンフレークを1/4ずつ敷き詰めていきます。そしたら次にミキサーで作ったクリームを1/4くらいずつ流し込んでいきます。そしたらもう一度同じようにコーンフレークとクリームを交互に器に詰めていきます。詰め終わったら冷蔵庫で1時間以上冷やし固めていきます。よく冷えたら仕上げにココアパウダーを振りかけて完成です。ラストのティラミスです。見えますか？これ、すごい。これ全然豆腐の味しないですし、とっても濃厚で、コーンフレークの層も全然コーンフレークで作られてる感じがしないです。これはせこいですね。いや、これ本当におすすめです。多分上にラズベリーとか乗っけたら、甘さと濃厚さとこのラズベリーの酸っぱさとかとっても合うと思いますし、赤い色を上にあるといいですよね。いちごでもいいか。これ美味しい。はい、以上3つがクリスマスにぴったりなデザートアイデアです。どれもとっても安く簡単にできるのに美味しいので本当におすすめのレシピです。ご家族でのパーティーにも、お友達とのパーティーにも、恋人と2人でお家で過ごす夜にもぴったりなレシピなので、ぜひお試しください。では皆さん、ここまで見てくださって本当にありがとうございます。この動画を気に入ってくださった方は、いいねボタンのクリックと、他の動画も見たいなという方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。そして皆さん、素敵なクリスマスをお過ごしください。